おはようございます。あ今日は京都に泊まって京都からスタートします。いや寒いな。お雨、今まさかの雨、まさかの雨予定変更です。あのですね、慣れちゃいます。じゃということで次の目的地は奈良でお会いしましょう。ちょっと混んでます。奈良に到着です。中国の中国旅行以来です。ここは金美が来たかった奈良、念願の奈良到着。到着。うん、バスで行けるよ。バスまで行ける。ありがとうございました。何ライブね。ここ通りたい。で東大寺で今ここだから何ライブ通って東大寺行って、うん、で春日大社の方に行きたいから、うん、もうこれ横にそれて、うんうん、こういう感じなのかな。うーん、ずっと歩く感じなのかな。なんか春日大社こんなとこまで歩くの。ちょっと遠いかな。結構遠いね、うん、バスかなやっぱり。もう一回バスなのか。ここ戻ってきてまた今のバス乗らなきゃいけない。いやだってそれだったら歩けるんじゃないか。歩ける。うん、わらび餅のお店はどこにあるの。うん、それが大事なんだね。わらび餅のお店はどの辺ですか。鹿さんが、鹿さんが来た。市の もみじの里、うん、水谷神社、うん、だから、うん、この辺か、この辺だ。じゃあ最後の方に寄ればいい。だから、うん、歩いてって水谷歩いてってだから、うん、一言主神社ですよ、うんうん、そうだね、この辺だね、うん、大仏見てからだね、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。どうぞ。鹿さん、鹿がいる。うわ、すごいいる。すごいいるね。うんち踏まないように気をつけてね、うん、たまにうんち怒ってるから、うんうん、すげえな。すごいいる。すげえいる。すげえ、鹿が戦ってるし。
あやそう、食べ物持ってるとね、匂いでやられるからね、気をつけて。匂いだね、うん、あーあすげえ、かたん、かたまりよ。ちっちゃいの後ろでかわいそう、入れない。入れない。素敵な、うん、かわいそう、食べない。ちっちゃいの食べれないね、うん、かわいそう。入ったら怒られるのかな。入ったら怒られるのかな。蹴飛ばされるのかな、うんかわいそう。あ、なんか自分のリュックに何かプンプンしてる。あ、リュック、ごめんね、リュックないからね。これちっちゃいの、バンビちゃんだ、うん、ほんと話しがいなんだね、これ。特にさ、外行かないよね、うん、なんでみんなこの中に収まってんの。収まってんの不思議よね。あ、かわいい子ね、うん、顔がかわいい、うん、この子かわいいね、うんうん、ちっちゃい、うん、おこぼれもらいに行った、最後、うん、ないのにおこぼれもらいに行った、うん、入っていけない、うん、追いかけます逆に向かえないんだね、向かえない。でも鹿せんべい食べたいんだね。食べたいんだね。よく飽きない ね。ずっと鹿せんべいしか食べてないね、うん。俺ちょっと違う味がいいんだよなとかさ。塩辛いの食べてぇなとかないのかな、うんうん。またこれなんだよ。これかよみたいな。ないのかな、うんうん、じゃあ行きましょうか。はい。どうだいしょ。あと戯れてるといかなくなる。動物の園の匂いがするね。ないよ。何もないって。クンクンされちゃう。それ食べても美味しくない。ハトは食べないでしょ。ハトは仲良く、ハトとは仲良くね。ハトは共存してくる。うん。まあ、鹿は多分肉食じゃないから大丈夫。うわ、いるいる。いるいる。こっち方面でいいの？うん、どうぞこっちだ。かわいい。うん。こんにちは。かわいい。ピクシクしてる。うん、おられてんだね。そうそうそう、角がね、おられてんの。そう、角がね、向かってこないね。角折られたんだね。角折ってます。すげえや、奈良だ。なんか奈良に来たかって感じ。いかにも奈良公園の景色だ。奈良公園だね。奈良って感じ。もうこれ大変よ。おお。普通に人避けると鹿がいるからびっくり。鹿が普通に。何してんの？うん、あ、ここにいっぱいいるね。いっぱいいるね。
鉄分取ってるじゃん。鉄分。鉄分補給してる。うん。入ってるよ。うん？パックに入ってる。自らゲートインしてる。ゲートインしてる。うん。ゲートインしてる。ゲートインしてる。おお。ずいぶん体格がいいですからね。ぽっちゃりしてるけど足が撮ってる写真がなんか載ってたよ。うん、どう、うん、こっちにあるから気をつけて。うん、今これね、ダメだった。キスを鼻で削る。なんか不思議な切り方だったよね今ね。お線香台。お線香台お願いします。心は、続けでいいですか。はい、お心お願いします。
帰ってきた、うん、よし、よし、じゃあ春日大社に向かいます。春日大社に向かいましょう、うん、これ雨降ってきたら奈良に行けってことだもんね、そうかな奈良に行けよってね、これ荷物あったらこれ本当大変だったね、この中が敷地が広くて気持ちがいいね。そうそう、この敷地がね、うん、広々設置してて、なんか、うん、なんかの寺と違うね、またね、やっぱりこう、うん、土地がある感じ、うん、だからなんか開けてる感じ、ね、京都のお寺とかは人が多いから狭く感じじゃない、多分広さはね、同じくらい、同じくらいだと思うんですね、平安神宮とやってるぐらい、変わってるか。